今日はねゲストの方はお二人ですね。はい、はい、ご紹介しましょう。志田未来さんと三浦春馬さんです。どうぞ。この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。今何歳ですか志田さん。今は13歳です。13歳やで。かわいいな。13歳言ったら中学生。まだ2年かな。1年です。中学1年です。三浦さんは16歳です。16歳。伸びてるよね今。はい、もうすでにおっちゃんは抜いてるからね。13歳か。11やってびっくりやね。何習ってんのやったっけ。数学とか何、うん、今方程式。方程式や。何を X にするかとかね。そうです。何を Y にするかみたいな、うん、一切使えへんもんな方程式なんか芸能界ではな。仕事ではね。笑いの方程式も解かれへんちゅう。15年やってても。なんかでも憧れやわ。その仕事の時は学校ちょっと早退したりすんのやろ、はい、素敵やわ。かっこいいかっこいい。2人はあれやね、ドラマで共演してんね。はい、はい、言っときましょう。なんというドラマですか。14歳の母で10月11日水曜日10時から放送のドラマです。はい、何が面白いのよ。いや丸々読んでる自分が面白かったかな。違うんです、私、うん、目が悪くて見えないんですよ。視力弱いんや。そうなんや。だからちょっともう、うん、どういうことが書いてあるのか勘で言ってて、うん、いや全部当たってた。丸々当てたよ。完璧やったよ。勘で言ってたらすごいよ。完璧やった。完璧。これは難しいな。問題作やね。ほんまやで。これは君か。君がか。すいません。あんたお父さんみたいになってるよ。役作りとか。あの一応お母さんに聞いたんですよ。妊娠する時はどうだみたいな感じで。なるほど。なんかあんまり気持ち悪くならなかったし。ああつわりみたいな。つわりもなかったし、うん、なんか普通にご飯も食べれたからみたいな。あそうなの。言われたんですよ。言われたの。言われたの。なかなか役作りで分かる。俺も妖怪の役やってるから役作り大変やったもん。妖怪なんて存在してないからもう役の作り方分からへんでしょ。誰が聞いたんすか。聞かへんイメージや。ね、どうやねんお二人とも若いけどラブシーンみたいなのはしたんですか。ああラブしてる。キスシーン。はい。嘘。はい。キャッチャーウェーブっていう、うん、あの映画があって、それで加藤ローサちゃんが一緒に、出させていただいたんですけど。そらお芝居とはいえそれはな怖いわ。一発 OK やった。いや何回か何回か出したと思います。何笑ってる。すいません。思い出したやろ今。思い出したやろ。もう悔しいわ。芝居とはいえそんなキスして21の時やでわしキス。それ芝居ちゃうから。芝居ちゃうリアルやけど。すごいな。何してる時が楽しいの。仕事以外でよ。友達と喋ってる時とかです。ああ 何について喋ってんの。特に決まってないんですよ。昨日あの番組見たとか。それはないですけど。いやあのそれはないの。それないねや。俺ら主にそれやったけどね。もうそうやな。中学生ぐらいの時は昨日あれ見たとか。ひょうきん族見たとか。そうクラスの男の子の話とかや。友達なんかいてるでしょ。今なんか混ぜてるやん。もう彼氏とか中学生でお付き合いしたりする子もいんねやろ。いますけどなんかもっと女友達を大切にした方がいいと思うんです。これから先いろいろ。はい。でもね女性の方がそうやって彼氏できるとピタッと遊ばようになるね。お友達とかと遊ばようになる子多いでで、うん、多いでで、で、が1個多かった多いねんで。そうなるんちゃう。好きな人できたらそんなにぴったり自分のタイプに当てはまってなかったら絶対そんなことないと思うんですよ。何一つ妥協はできない。そうなんや。あ自分のもうしっかりしたタイプ持ってんねんな。そしたらゆら君は。僕はまあ、高校生やからな、はい、もう、はい、思春期やからね。そうやで。興味ある時期やわ。いや僕はあの髪の毛が黒い人が好きです、うん、一緒。あ一緒ですか。一緒一緒。ありがとうございます。黒髪がええな。いいですよね。黒髪がええな。茶髪よりも浴衣似合うとすごいいいですよね。浴衣が似合うと、はい、おお渋いとこ行くね。そうなんですよ。よく言われます。よく言われる、はい、
でもまだあれやな、2人とも修学旅行とか、中学であったっけ、修学旅行って。修学旅行、僕はやっぱり京都と奈良に行きました。いいねいいねいいね。今回おっちゃんね、大人の修学旅行ということで、ちょっとね、あの奈良の方に行ってきたんですけど、はい、奈良行ったでしょ。はい、行きました。でもなんか修学旅行ってまだその時ってその自由時間が楽しかったりするでしょ、はい、そういうのがね、大人になっていくとまた全然違うのよ。あれこんなんやったっけ、あこんなんだったっけっていうね、すごい発見がいっぱいあるの。もしかしたら行ってるとこあるかも分からへんからね。あると思います。あると思う、はい、あ見て帰ってね。じゃあ、はい、楽しみです